はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん。ボトルチェンジライダーシリーズ01仮面ライダービルドラビットタンクフォームです。はい、ということで今回もやってきましたね。はい。アクションフィギュアです。うん、今回は斜めにこう分離されてますね。すごいね。うん、じゃあ早速開けていきましょう。はい。はい、こんな感じで入ってましたね。左側に右側パーツ、右側に左側パーツが入ってましたね。あとドリルクラッシャーも入ってます。じゃあ取り出してみよう。はい、じゃあ実際組み合わせてみましょう。はい、両サイドのフィギュアをこう前後に押し込むんだね。そうだね。それで、一つのビルドが完成するって感じかな。うん、ちゃんと塗装がメタリックになっててかっこいいね。そうだね。いい感じじゃん。でビルドドライバーもありますね。はい、ボトルもちゃんとセットされてるね。はい。でホルダーもありますね。うん、いい感じだね。すごい。でとっても残念なのが、うん、首可動がないです。はい。あと腰も動きません。うん。まあ斜めに入れ込むからね。そうだね。腕とかはいつも通り動きます。足も問題なく動きます。ちなみに分離するときはこのボタンを押してやると分離できるんだけど、これはね硬くてねなかなか取れないんだよね。はい。そこでエイシン君が発見してくれたんだけど、このベルトが取れないから、ベルトのところを引っ張って外す。うん。ちょっと強引だけどね。このやり方だとすぐ取り外すことができるね。はい。そしてこちらが付属してましたドリルクラッシャーだね。で後ろがかなりスカスカになっておりまして気持ち悪い状態になってますね。はい、エイシン君がちょっとポージングしてくれましたけどやっぱりちょっと制限があるね。ああでも雰囲気あってかっこいい感じだね。でちなみにエグゼイドだとやっぱりしっかりポージングできるからね。そうだね。ちょっとやっぱ全然タイプが違うね。そうだね。エグゼイドはスポーティーな感じがしてたけどビルドはクールだね。クールだね。ライダーキックなんですけどもこんな感じになっちゃうね。うん、なんだ一応キックしてる風にはなるけど顔が曲がんないからね。なんかこう、うん、全然違う方向見てる感じになっちゃうね。キックしててもね。俺は仮面ライダーエグゼイド。今までバグスターを倒して人類の平和を守ってきた。俺が仮面ライダーだ。ん？なんだ君は。僕は仮面ライダービルド天才物理学者だ。聞いたことないなそんなゲーマーは。ゲーマーじゃないのか。ああ、君みたいなやつはこの僕はノーコンティニューでクリアしてやるぜ。何やるのか。おとり前だ。仮面ライダーは一人で十分だ。やるじゃないか君もな仮面ライダービルド。だが俺にはもっとすごい必殺技があるんだ。この関節キックができるか君に。それに首が動かせるのか君は。腰も動くのかな。動かせない。笑っちゃうな。それでアクションフィギュアと言えるのか。しょうがない。ならばここで必殺技を繰り出すしかないな。やるじゃないか仮面ライダービルド。君にこれからの1年任せた。グハあ、分かった。だが映画でまた会おう。グハ。はい、ということで今回はボトルチェンジライダーシリーズ01仮面ライダービルドラビットタンクフォームでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達に教えてあげてください。そしてチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。